はい、今日は、話題のパンアメリカに載せていただきました。なんとなんと野田社長にも来ていただいております。はい、ありがとうございました。乗ってきましたよ僕。はい、オフロードも走ったんですけど、はい、興奮してオフロードから喋っちゃいますと、はい、足回りがよく動いて、はい、ドイツインならではの細身の、車体で想像以上に走りました。はい、ありがとうございます。僕結構オフロード好きで、はい、いろんなとこ自分でも趣味で行くんですけど、はい、楽しませてもらいました。はい、そしたらあっという間に撮影時間が終わって、ちょっと短くなってきて、帰ってきてよもうなんて言って、もう写真バッチリ撮れたからって感じですので、紙面でウィズハーレの紙面と、あと今回はヤングマシンの紙面でもね、はい、意外とパンアメリカンでこんなに攻めれんのっていうぐらいのオフロードのハードな走りができて楽しみました。うん、全体的にも皆さんからそういういい、はい、印象をいただいてまして、そうですか、はい、非常に自信を深めてる。そうですか、はい、よかった。僕だけなんかね、ウィズハーレだからわっしょいで俺だけいいこと言ってるんじゃないんですね、皆さん。はい、そうですね、想像以上っていう感じで言っていただいてます。本当に、コメントの多いのは足回りがすごくいい、うん、特にサスペンションが今回すごくいいものついてるのと、あとはやっぱりコンパクトというかすごくスポーティーに走れるという印象をいただいてます。うん、青木さんがおっしゃっていただいたと思います。はい、ピックアップもね、V ツインで良くて、はい、トラクションがいいんですよね。はい、多少オフロードプラスっていうモードにすると多少こうテールスライドとかも許容してくれる中で、それでも滑りつつもグッと、路面を噛んでグイグイ進んでいくっていう、なんとも言えない感じでしたね。嬉しいですね、それが言っていただいて。それでね、僕が思うのはハーレーらしさがね、アドベンチャーなのにちゃんとあるんですよ。そんな嬉しいですね。独特だなって、なんかただなんとなくのんびり走ってるのに、ただどこまでも遠くにこのまま行きたいなっていう、うん、はい、ハーレーのスワラーならではの気持ちよさ、心地よさみたいなのがあって、そう、最初はこうバイクのテストで僕らちょっと飛ばし気味に走っちゃいがちなんですけど、うん、なんかもうちょっとゆっくり行こうかなってモードに入ると、うん、なんか気持ちいいな、このままどこどこ揺られていこうかなみたいなね、こういうパニアケースとかカバンをねつけて、荷物を満載にして遠くに行くのがいいですね。はい、そうですね。私も試乗しましたけど、やっぱエンジンのフィーリングがやっぱ、うん、ハーレーらしさが残っているのと、あと、うん、ライディングポジションが他のアドベンチャーよりもちょっと、うん、ゆったりしているというか長距離に向いている感じ作られてて、うん、まあ、そのあたりやっぱりハーレー その良さというか、うん、思想がすごく表れているなと思います。はい、ほんでまたかっこいいですよね。はい、うん、そうですね。実物を見るとさらにかっこいいというふうに思いますし、うん、色によって表情がだいぶ違うなと。うん、確かに、はい、本当に最初ね、僕スクープで写真出たじゃないですか。はい、なんだこれかっこ悪いってすいません、私もこんなの出すんだなって正直思いましたですね。はい、それぐらい斬新なんですよ、ハーレーのニューモデルって、うん、なんか見たこともない形で、はい、アドベンチャーっていうと普通はこうフェンダーがこうなってるとか、はい、そういう形が、まあ、定番といいますかね、はい、まあ、目標とするすごい、まあ、BMW の GS っていうね、うん、まあ、金字塔を打ち立てたバイクがあって、はい、みんなそこを目指してってなってるんですけど、はい、もう見るからにいやいやもう我が道を行きますよっていうような顔をしてて、はい、本社 そのデザイナーも言ってたんですけど、うん、はい、まあ、ハーレーが作るアドベンチャーであるから、うん、あれば、まあ、ハーレーらしいデザインというかハーレーの作るものじゃないといけないということで、うん、まあ、いわゆるカラス顔というか、まあ、あれがトレンドなんですけど、まあ、それアドベンチャーだったらこうだっていうことじゃなくて、ハーレーが作るものだっていうところから来たので、こういう方がこうなったと。確かにこの顔つきを見るといろいろ、まあ、ロードグライドですとかストレートグライドですとか、まあ、カウルの部分なんかもそうですし、フロントフェイスなんかもやっぱりハーレーらしさがすごく出てて、アドベンチャーなのにすごく特徴があるなと思って、これはすごく私気に入ってますね。ね、そうですね。なんとなくね、これハーレーからこれが出た、パンアメリカンが出たことを知らない人でも、あれハーレーにこんなのあったねって分かると思うんですよね。すごく注目されると思いますね。ね、
鳴らし運転で、うん、私あのデッドウッドグリーン、あのグリーンの深い色のやつ乗りましたけど、はい、あれで走ってると明らかにバイク乗ってるんだろうなと思うような人が車でついてきて、うん、何乗ってんのなみたいな感じで見られましたから、なんだこれは、注目度も高いと思いますし、うん、やっぱデザイン自体もすごく目を引くなと思います、うん、でハーレーだって分かるとやっぱりハーレーですもんね、V3があってね、はい、こういうオレンジの使い方とかも、ね、うん、いかにもハーレーですね。ちょっと他のメーカーではやらないような、うん、あの大胆なデザインと色使いだと思います、うん、はい、古澤めぐみさん、はい、野田社長がパンアメリカ、はい、ご説明してくれると、やったー、うわーすごい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞いて聞いて、何聞こうかな、うん、社長乗りました？もう乗りました、はい。どんな感じでした？ですね、非常にあのパワフルでよく走るし、うん、びっくりしたのが乗り心地がいい、はい、あの特徴として、まあ、一番あの皆さんにご好評いただいているのが、はい、アダプティブライドハイトというものがあってですね、まあ、アドベンチャーの時ってあの足つき性がすごくあの大変だと思うんですけど、はい、実はこ の, あの秘密がありまして、ゆっくりこう止まる寸前にあの若干車高が下がって交差点とかであのびっくりしないみたいな、そういうのが、初めての時も大丈夫でした？全然大丈夫ですね、はい、あの断板の仕組みでそういう風になってるんですけど、はい、それがすごくあの、出来がいいものがついているので、なので乗り心地もすごくいいですし、交差点で足つくかなとかなってこう毎回見るのが多いと思うんですけど、そういうのなくてあの非常にいいと思います。前なんか展示してあるものをまたいで見たことがあったんですけど、はい、あの拝見しました。ありがとうございます。その時に足つきとあと重さがちょっと、そうですね、はい、あの時に、はい、の見ていただいたのはですね、はい、スタンダードモデルということで、あのどちらかというと、まああのその素材で、まあ、オフロードとかガンガン行くような感じの部分なんですけど、はい、こちらのスペシャルモデルという、まあ、上級仕様と言いますか、特別なダンパーがついているので、あの古澤さんがお乗りいただいても大丈夫ですか？バッチリだと思います。ぜひ後ほどお試しいただければ楽しみ、はい、あと特徴的なことってありますか？やっぱり顔つきですかね、うん、あのカメラに映ればいいかなと思いますけど、はい、顔つきがですね、他のあのアドベンチャーモデルとだいぶ違うと思います、はい、普通だってみんなシュッてなってますね。そうですね、あのいわゆるカラス顔というのが多いと思いますけど、はいはい、まあ、ハーレーダビッドソンの場合はやっぱりあの、ストリートグライドですとかロードグライド、まあ、あのあたりの顔つきと同じような感じというか、まあ、ハーレーダビッドソンの DNA が生きてると思いますし、はいはい、特にあのライトをつけた時ですね、はい、この特徴があるライトと、あとコーナリングランプとかもついてるんですけど、ハンドルを曲げてコーナリングしているときにランプがこうそっちの方に向いてランプついたりとか、すごい、そういうものもついてますね、はい、このデザインも、特徴でございます。特にあのスペシャルモデルはこのバーンシールですね。自分が個人的に気に入ってるのはロゴがビョンと貼り付いているわけじゃなくて、ちゃんとこのカウルにバラしてこうデザインされているとかですね、これがまあ非常におしゃれかなと。おしゃれですね、はい、あと色もハーレーって感じですね、はい。あとは特徴的なのはメーターが綺麗なので、はい、あの後ほどぜひあの写真撮っていただければと思いますけど、はい、まああのスマートフォンと、接続して音楽が聴けたり、うん、ちゃんとこうコントロールがついて、音楽が聴けたりですとか、あと電話をかけるときに、うん、まあ、今あの Siri でボイスコントロールやりますよね、はいはい、あんな感じで電話をかけたりするのもできますから、あのすごくそういうのも、長距離ツールに向いているかなと。はいはい、はい、じゃあ早速またがってみます、はい、今はこれシート方が一番高い状態ですよね。そうですね、はい、消えるからな、ちょっと高いなという印象かと思います。今手伝ってもらってます。はい、ああ、はい、はい、こんな感じですよね、はい、それでですね、はい、サイドスタンド、サイドスタンド、はい、払っておきましょうか。払います、大丈夫、はい、あの、僕後ろ押さえてます、はいはいでスイッチを入れるとですね、あのちょっと変わりますので、もう一回書いてあります。右足の後ろ、あ、両足ついた。今高い時は片足ずつしかつかなかったのに、今低くなったら両足つきました。ちょっとスーッと下がったのがね、大会に、あ、これなら乗れます、はい、あ、じゃ信号待ちの時とかこの状態なんですね。あの信号待ちで止まる寸前になるとスーッと下がってくるって感じ。じゃ止まった時にはもうこの、そう、あー、ちょっと安心感、すごい安心感です、これは。
パンアメリカ一日たっぷり楽しみました。はい、乗れたね。乗れた。結構乗ったね。あのさ、うん、シート低くなるやつ、うんうんうん、あれ最高、うん、やっぱ一時停止の時とかにスーッと下がってんの分かる？いや分かんない。分かんないけどいつの間にか下がってて、うん、あ足つくじゃんって感じで。そうそう、止まった時には足を出したら両足ツンツンだけどつくから安心感、うん、一時停止とかね、うん、スペシャルの方がやっぱ売れてるわけ分かるね、うん、あれがあるとね。いやスペシャル、特に女性なんて絶対スペシャルがいいよね。スペシャルだったら乗れるってことだね。全然乗れると思う、ね、うん、ガンガン走ってたもんね。パニラケースつけたやつもめちゃくちゃかっこよかった、ね、私めちゃくちゃビビってたの、重いのかなと思って、うん、大丈夫だった、うん、なんかあんま気になんないね、うん、アルミケースで軽いから。その代わりあれだよ、物詰めたら重い。あーそうだよね、うん、そうそうそう、うん、でも走ってる時にはね気にならないような気がする。そうだね。ほんでさ、これがさその世界観なわけよ、アドベンチャーの。うーん、こうやって体験してみたけどさ、うん、結構美味しい肉も焼いて食ったったしねなんかそれがやりたいがためにこのバイクに乗りたいっていうのもあるよ ね, うね、うん、アウトドア満喫できるバイクだよね。うん、うん、なんか新しい世界だけど、ハーレー乗ってる人はさこういうのもともと好きでさ、うん、みんなキャンプとかしてたけどさ、うん、結構クルーザーでさこういうなんだろうダートとか入ってくるの大変だったけど、うん、パンアメリカだったらさ、うん、バリバリガンガン行けるから、うんうん、世界が広がるよね、うんうん、なんかクルーザーなんかこういうバイクなんですか、アドベンチャー、うん、そうなんか私の周りにもずっとハーレー乗ってて、うん、アドベンチャーが今流行ってるな、うん、それでそっちに移行した人とか結構いるの、うん、だから逆にねまた戻ってきてほしいよね、ハーレーにね。そうか、他のメーカーのアドベンチャーに行っちゃった人が結構いるんだ。そう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 、流行りでね。そっか、で林道とか攻めてこっち楽しいみたいにそっちに行っちゃった人が結構いるから、うん、そういう人は今度ねまた戻ってきてくれたら嬉しいよね。ハーレーでアドベンチャーあるんだったらやっぱりハーレーだよなって戻ってくるってことね。ね、ウェアとかも捨てずにそのまんま着れるしね。そうだよ、ハーレーのまんまで。あ、ほんでこうやってさたまにはさ星の下で眠るっていうのもいいもんだね。いいよ、めっちゃいいよ。日常じゃない感じが ね最高。肉焼けてるよ、食べたい、うん、うまい。この人は調理師免許を持ってて、うん、バーベキューとか来ると意外とせっせと何でもやってくる。まあ焼くだけだけどね、うん、まあそうだな、うん、こうやってパニラケースに肉とかいっぱい詰めてさ、うんうん、ほんで飲んで食べて語り合ってさね。でテントあるからさ最高だよ、うん、もうこれでいいよね仲間とこうしてさ、うん、他は何もいらないと思っちゃうね。楽しいよね。なんか今回のウィズハーレーはスペシャルな回だったね。夏っぽいね。うん。夏っぽいね。雨は降られたけど。ね。だけどまあ晴れ女だよね。意外とね。撮影大丈夫だったかな。撮影は大丈夫だったし、意外と今も小雨だしさ。うん、そうだね、全然入れるね。入れるもんね、うん、まあ今タープ張って持ってきたんだけどさ、うんうん、楽しいな。青木さん的にはどうだった？もうさ、うん、青木さんオフロードも超乗れる人じゃん、うんうん、そういう人から乗ってどうでした？うん、あのね、うん、このウィザハーレの紙面とかムービーでも見せるけど、うん、ダートもガンガンいった。全然安定感もあるしって感じ。安定感もあるし、うん、重さも感じない。重さはね、やっぱりね、うん、ちょっと感じるけど、うんうんうん、V ツインならではのトラクション、路面を食うのね。ぐいぐい行くの？そう、ストー感覚爆発ならではの、不思議。それでぐいぐい前に進んでいく感覚っていうのがあって、それで、あ、こういう世界あんなと思った。じゃあ安定するんだ。うん、安定する。全然匂いでこう、うん、満たされるから大丈夫。大丈夫。これがね、リアルバーベキューの煙がね。大丈夫、スモークかかってくるぐらいがちょうどいいから、うん。煙が今風向きでね。だからね、結構オフロード好きな人もね、うん、ガチで楽しめると思うよ。うん。
で、あのサスペンションもいいしね、うん、昭和の、うん、サスペンションがよく働いてね、うん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 、かなり楽しめた。ね、オフ乗る人がそう言ってくれるなら、うん、本当にそうなんだろうね、うん、だからね、うん、ハーレーじゃあオフ楽しめないなってこう、うん、ジャンルとかセグメントが限られてたじゃない、うんうん、それがパンアメリカンがパンアメリカが出たおかげで広がって、うん、あのジャンルがね広がってね、とても楽しいことがいっぱいになったと思う、うんうんうん、だからハーレーがすごい好きだった人は、うん、もっと楽しめるようになるし、うん、ハーレーが、うん、で新しいあのお客さんとか新しい層がを狙わなくちゃいけないって最初は思ったと思うんだけど、うんうん、実はね今までハーレー乗ってたコアな層がもっと楽しくなるってことなんだと思う、うんうんうん、そうだね、うん、それを見てあハーレーでもこんないろいろ楽しめるんだなって言って、うん、新しい人がさらに入ってくるっていうことが、うん、これから俺は起こるような気がするね。プラスなんだね、全部 ね、うんうん、最初から新規層に行くんじゃなくてね、うんうん、僕みたいなねハーレー好きな人がね、うん待ってたぞオフロード。いやもうだってあのロゴがドーンってあるだけでもワクワクしちゃうもんね。 それで新しい遊びを見つけて、うん、てか他の国産とかでやってた遊びをハーレーでできるようになっていくっていうわけだから、うん、いやなんか乗ってても楽しい、もう、うん、ハーレーでこれ乗ってるんだみたいな、なんか自分もワクワクするよね。そう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 、楽しかった。だからさっきおっしゃったみたいに戻ってくる人もいれば、うんうんうん、入ってくる人もいるし、うんうん、こう活性化されてね。ね、なんかハーレーのクルーザー的にはちょっとなんかそういう系はちょっとって思ってた人も、うん、これならいいってね、思ってくれればね。そう。ほんでクルーザーしかないと思ってた人も、うん、またやったぜっていうのは、うん、待望だったぜっていうのは。いや、だいぶ大注目だからね、みんな。うんうん、売れてんだって。みんなね、知りたい。だから試乗してないのに200台近く売れてるって言ってたよね、うん、すごくない？すごい、すごくない？試乗してないのに買う人すごくない、うん、すごいよね。やっぱりねこれはね時代を変えようって野田社長言ってたけど、うん、ハーレージャパンの、うん、いやまんざらでもないよこれは、うん、いやでも買っちゃう気持ちわかるよね、うん、ついに来たみたいなね。ほとんどの人がスペシャル買うんだって。やっぱ足がつくしね。うん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 、そう、分かったね、うん、いや私も、うん、お停電ですというわけで、まあこのままね終わっちゃうのがウィザハーレーチャンネルで、うん、そうだね、うん、ライトとかいやなんか停電になってたけど、うん、というわけでね、うん、楽しい一日だったね、はい、うん、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この模様はいつ出るんだ9月9日売りになんだね本はね、はい、その前でこうやって YouTube で公開しました。はい、はい、チャンネル登録高評価いいねよろしくお願いします。よろしくお願いします。本も買ってくださいよ。ウィズハーレーよろしくねー。